藤井八冠がタイトル戦で初対決となる山崎隆之八段43歳の挑戦を受ける規制戦5番勝負が明日千葉県木更津市で開幕します午後4時半頃会場で空調の温度や使用する駒などを確認する見聞を行いました規制戦では5回タイトルを獲得すると衛星規制という別格のタイトル保持者の証ともいえる衛星称号を獲得 現在、四連覇中の藤井八冠にとって、自身初、そして史上最年少の衛星称号をかけた大勝負が始まります。規制戦第一局は明日午前9時に始まり、夜には決着する見込みです。